っても10年とか、うん、見れない。こういうのも怖いとあまりないんですけど、文化的に観光的に観光的に観光的に文化的側面で考えると、きちんと調査をした上で元に戻さないと文化的価値が低くなってしまう。そうすることによって、観光客が減っていくんじゃないかという傘というのでした。ああ、そういうことか。そして観光的側面で言うと、実際にホテルそれでは市長と知事が3年目で残るのを盛り上げて開催を目処に、そこにどこかの道が書いてあるというのを評価されたけど、ここから実現していくかどうかはこの動き次第。ないか、うん、だいぶかかるわ。そうじゃない、何かをしたくなる。今寝たら あかんない。気をつけてよ。止めはしないけど、止めはしない。むしろみたい。もしね、こういう時嫌な予感しかパッパーンってみんな期待しております。振りか、こういう振りか。完全にみんな引くでしょ。ヨマサダのお手本見せましょう。おい、そこも爪痕残していこう。シリアですか。爪痕残していこう。バーン行こう。バーン、ほら、爪痕残そう。伝説の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 伝説歴史館にも芝は入ってなかった。コンクリート25本ぐらいあるから壁当たる。壁当たる。ちょっと斜めのね。一旦お城と言っても、こういった形のお城というのはもちろん清盛殿たちが生きていた時代とは全く違うお城の成り立ちをしております。どこにある？ここにあるだろ。見えん。どこ？お主城より高いんだから。全然見えん。じゃあ見えるとこ行ってみるか。今まじ面白いよね。走った走った、負けないで。どうよね。一番低い部分が売ってるので、絶対絶対絶対しかしないけど、親指の間がただ衣装を動かす。一番低い。バリ怖い。ここからこういうだろう、こういう感じ。これ冷たくなくなるな。いいね。絶対にいいね。これで遠いわ。気持ちいいな、ここ。だから我らの年齢がだいたい450、60とかじゃな、戦国武将というのが今現在。だからもう本当にな、清盛隊の方々は800歳、900歳代だからな。だから400歳ぐらい違うんじゃん。だから無論同じお城と言っても全然形は違う。こういう石垣が組まれ始めたのも信長様が安土城を作ってからの形であり、上にそれ前のお城というのは結構柵で張り巡らしたような形でのお城というのが主流であった。
そういったところもなんか我らの時代とまたここで文化の違いも感じます。さすが石垣名人だね。石垣名人。あ、落ちちゃった。照れかった。400個した。約半分。清盛パイセン。パイセン。パイセン。で、カトチンはさ、カトチン。カトチンが。遅いの。我らから行こうか。もうあそこだ。ちょっと待てないな拙者。行こうか。秋山さ、行こうか。拙者の話全然聞いてない。もう歩みを始めとるぞ。止まらない。あ、おった。じゃあ合流いたします。